はい、こんにちは、秋根です。今日は、アニメや世界を救うってことで、名目でね俺の好きな今一番ハマってるアニメについて、紹介していきたいと思います。で、最近1ヶ月前にどんどん日和ってやつ見たんですよ。で、もうね、かれこれ3週ぐらいしてる。ノンストップと、あとはリピートとどんどん日和、ノーマルの、2013年頃かな、わからんけど、あれを3週ぐらいしてて、俺より好きな人はもちろんいっぱいいるし、詳しい人もいっぱいいるんですけど、まあ、一個人の意見として聞いてもらえたらなと思って、あとは多分ラジオ感覚であんま字幕も入れないと思うんですけど、まあ今めちゃくちゃハマってるってことで、今後の俺のために向けようと、なんか残そうと思います。役に立つは分からんけど、まあこういうほんまにね、寝る前は必ず見てるし、久しぶりに心が揺らいだアニメになったんで、まあその他にもアニメは好きな、なんか揺らぐアニメとかいっぱいあるんやけどね、その中でも最近で言うと揺らいだんで、残していこうと思います。どんどん日和、まあ見たことない人も、まあこれを機に、ああちょっと見たいなって思ってくれたらね、まあ人それぞれ価値観は違うんですけど、思ってもらえたらと思います。嬉しいかな、まあ分からんけど、でやっていくと、俺はあのね、駄菓子屋とナッツンが好きなんですよ。駄菓子屋とナッツンがすごい好きで、駄菓子屋がいるだけですげえ落ち着くし、出てくるその会話めっちゃ落ち着くし、ナッツンがまあボケるとか、まあ頭あんま よくはないんですけど、でその中でまあいろいろムードメーカー的な感じでみんなを笑わせたりとかで、そういうのですごいナッツンが好きっていうか、いいキャラしてるなっていうのと、あとは駄菓子屋がほんまにね、いいお姉さんって感じで見てて本当に楽しいです。まあその他にもね、レンちゃんとかこまりちゃんとかホタルンとか、あとカズネとか、まあいろいろいるんですけどね、その日暮らしとか、まあ、ネーミングセンスやばいなと思うんですけど、まあいろんなアニメ見たことあるし、まあいろんなことも知ってるんですけど、アニメの中ではね、全然やけど、それなりに見ているんやけど、けどのんのん日和を見ると現実をいい意味で忘れられるっていうか、あの空気感がいいんですよね。世界観、あの世界観がすごいいいんですよ。何歳になっても俺は楽しめると思います、あのアニメは。いつに見ても多分新作やと思うし、なんか何回見ても全然飽きひんっていうか、あとはレンちゃんについて語っていこうかな。レンちゃんはほんま面白いですね。俺もニャンパスって、まあ前の動画とかでもあると思うんですけど、ニャンパスってやって、あとはカバンにもニャンパスってつけてるんですよ、手書きでね。まあ写真載せるけどこんな感じ、可愛いっしょ。ちょっとカタカナでやっちゃったんやけど、めっちゃ可愛いんですよ。でネーミングセンスもやばいし、レンちゃんは。あとな、歌ね、あの初日の出見に行く時、あのヤブ医者の歌ね、ヤブ医者の歌、多分もうヤブ医者の歌って聞いたらもう頭の中で回転してある人いると思うんですけど、あとはね、ライティング、うちのライティング、カメラハマった、カメラ界のやつあるじゃないですか、あの誰やったっけ分からんけど、カメラを風車の時撮るやつ、風車のとこ撮るやつであったんですけど、撮って、うちのライティングじゃなくて、うちのライティングがなんかいい感じになったみたいなこと言われたんですよ。うちのライティングに磨きがかかったやつ分からんけど、でそこをライティングじゃなくてライチングって言われたんですよ。あのライチング、可愛すぎやろと思って、ほんまに可愛すぎやろと思って。あとはその見たらいろいろ思い出すんですけどね、あとはあの口ね、口こう下向いた時にこの口こうなるんですよ、こうなるんですよ、こうレンちゃんよくこうなるんですよ、可愛すぎやろあれ、あの逆三角形みたいな、あの口を引っ張りたいと思うんですけど、そりゃ可愛そうで思うんですけど、めっちゃ可愛くない。であとはね、ホタルンも可愛い。ホタルンもめっちゃ可愛い。あのね、何が可愛いって、まあ普通にいつもやったらお姉さん系なんですよ。お姉さん系で、まあ小学やけど、まあ身長とかも高くて、結構周りをまとめるっていうか、周りを和ますいいお姉さん風なんですけど、けど家帰るとパパママっつって、おいな、あのパパって甘いパパのやつあるじゃないですか。誰やったっけあれ、あの聖堂とジェットコースターからおったやつ、
シコルスキーじゃなくて、忘れたけど、パパのあのアメちゃんのやつです。救急車のやつ、うん、あれあれあれで、あんな感じで、あんな感じではないんですけど、パパ、ママっつって、あとはね、ペチ、膝かっくんね、膝かっくん、わかる人にはわかるから、膝かっくんね。お、よしよし、ペチかわいいにー、ペチのお泣き柔らかーって言われるんですよ。やばくない？そのギャップが一番惚れるやつです、男が。まあけど、普通に可愛いです、ホタルはね、うん、普通に可愛い。コマぐるみのやつ、ぬいぐるみをめちゃくちゃ作って家に思いっきりやってるのも、それも可愛いし、コマぐるーっていうやつも可愛いし、とにかくいい人だと思います。みんないい人ないけどね。あとはコマリちゃん言おうかな。コマリちゃんは、うん、とにかくね、今後が心配、高校になった時とか、まあいろいろ大丈夫かなっていうのが心配で、まああとはあのめちゃくちゃ可愛いんでね、まあ楽しくできるんじゃないですかね。で次ね、ごめんね、ちょっと少なくて、次ね、カズネ行こうか。カズネは寝すぎやけど、そこがいい。お前どんだけ寝んねんって、おいなんか壊れてるやんけ。でか、どんだけ寝んねんって思うんですけど、どんだけめっちゃ寝るんですよ、カズネは。とにかく寝る、めちゃくちゃ寝る。一番面白いなって思ったのは、まあいろいろあるんですけど、カズネのシーンで、あのね、海行った時あるじゃないですか。多分ね、のんびよりの一番最初のやつで、夏休み前、じゃあ水着を忘れたやったっけな、コマちゃんが水着を忘れたんですよ。でその時に、まあコマちゃん身長いくつとか、聞かれるんですよ、あの人が、あのカズネが。でその時に、大丈夫、安心して、平均身長、日本人の女性の平均身長は、中2とかね、コマちゃん中2やから、中2の平均身長は140とか言ってあるんですよ。うん、なわけないやと思うんですけど、それをまあ小松のためにね言って、でそれはあの戦国時代じゃなくてね、できない明治時代のって言われるんですよ。なんか明治時代のやつと口が裂けても言えへんみたいなことを言われて、でそれを心の中で思ってやったんですけど、口に出しやがったんですよ、口にね。でそれで、あ、うち口に出ちゃったとか、なんか、あ、言ってたみたいな感じで言われるんですけど、まあ、そこが面白い。他にもいっぱいいろいろ面白いのあるよ。初日の出見に行って不審者みたいなマスクかぶったりとか、酔っ払いの時に寝たりとかね。酔っ払ってその駄菓子屋の、うん、楓ちゃんのその いろいろ言ったり、褒めたりね、うん、駄菓子屋のこと心配やってん、最初は。一匹狼みたいな感じで、やけどそのみんなを気にかけるようになって、すごいなんかね、複雑な気持ちで泣いてしまったんですよ。で俺も感動しました、そこは。何の話や。で、コマちゃんはそんぐらい。じゃあカズネは他にもいっぱいあるけど、それで、あとはね、ヒカネも面白い。ヒカネもめっちゃいい人。レンゲの、レンちゃんの姉ちゃんなんですけど、まあ3兄弟なんですよね。うん。カズネ、ヒカネ、レンちゃんで。すごいね、面白い。あれはね、面白い。うん、面白いです。ヒカネは夏のめっちゃ仲良くて、すごい無邪気で面白いんですよね。うん、面白いですね。しかもめちゃセンシブな感じで面白いんですよね。はい、ってことで次は印象に残った人、あの人、あの駐在所の子供、あのお子さん、なんていう名前だったっけな、ごめんなさい、名前忘れちゃったんですけど、最初レンちゃんがトマト配りに行ってやった時に会わったんですよね。でその時に、どこ、家どこなんてレンちゃん聞かれた時に、その子が答えたのは、あっちの上の下のつくねって言われたんですよ。知ってるよね、見たことある人なら分かるけど、つくね、どっから出てきたの、つくねって何って言われてん。その後、つくねって何って、つくねは
肉を丸めてお鍋に入れるやつなんて混ぜらしちゃったんですよ、うん、レンちゃんが。でそこもまた面白い、あの二人の絡みね、絡みが面白い、うん、あの子もすごい大物になると思う、レンちゃんもやけど、すごい面白い作品やと思います、うん、まとめるとね、すごいね、楽しいよ見てて。ほんまにね、久しぶりになんか2週とか3週見てるアニメやと思います。ってことで、まあ俺が好きなアニメ普通に語っただけなんですけど、これ誰得って感じ、誰得、もう俺得って感じなんですけど、うん、まあ見たことない人がいたらよかったら見てみてください。マジで話聞いた後でも別格に、別に見えるからね、マジで。まあ見どころね、今から見ある人の見どころ教えておくと、まあね、レンちゃんのネーミングセンスと、まああのアニメ独特のあの間ね、あの間スキップしたらね、あの間を、あれこれ画面が止まった、あれ通信データせワイヤーかかって、ワイヤーあるのに通信制限かかったみたいな感じで飛ばしたらあかんで、ね、うん、あの間も大事ですから、あの間が面白さを倍増てか2乗3乗させてくると、僕は思います、うん、本当にあれは面白いですと思います。はい。バイバイ。